大家好，我是大叔 Pizza。 時空裂縫15章第三次精英模式，左下方有个木桶，就150个红瓜子。跟普通模式时的打法一样，我们开场先秒杀了这个血魔女的，在精英就不是一个成就来的。因为你在海上混战的时候，如果被血魔女冲过来放一夜这个鲜血武弹，其实都会几重伤的。所以呢，就算不是解成就，我都是会将它先解了先秒杀了的。另外呢，现在你可以马上在海上走的原因呢，就因为爱丽丝大爆发就有个无视地形，而且有 20% 真伤，是可以跟进击的加护叠加的。那接下来呢，跟普通模式那阵打法一样，等坦克反击打死就 OK 的了。咁样嘅打法咧，四个回合里边杀六个敌人，个成就咧就冇乜问题嘅。咁有三张圣魔券，祝大家顺利通关，拜拜。しかし準備完了です。みんな、もっと頑張れ。言うだけ無駄だ。これを食らえ。了解。戦いはまだ終わっていない。油断するな。戦いはまだ終わっていない。油断するな。もう私の番？まだ終わらないよ。頑張るからね。大陸行くよ。準備完了です。さあ決着をつけよう。了解。
備完了です。準備完了です。戦いはまだ終わっていない。頑張るからね。みんな、もっと頑張れ。そうだ。了解。みんな、もっと頑張れ。戦いはまだ終わっていない。油断するな。もう私の番？戦いはまだ終わっていない。油断するな。俺に力を貸してくれ。準備完了です。さあ、決着をつけよう。準備完了です。みんな、もっと頑張れ。そうだ。みんな、もっと頑張れ。そろそろ。